伝説の戦士、ラーマ・ラーマは、インドの女子誌、ラーマ・アヤアナの主人公。イクシュバーク王朝に生まれたバラ色の瞳を持つ、英雄で、インドの理想君主像であり、ダルマを体現したとされる。シーターを秘とした。彼は、インド神話最大の英雄の一人である。コウサラ国のトアヨーディアーのダシャラ・タ王と、ヒ・カウサリアーとの間に長子として、生を受け。 イボ兄弟にバラタ、ラクシュマナ、シャトルグナがいる。ラーマーヤナによると、彼ら4兄弟はいずれも、ラークシャサの王、ラーバナを倒すために生まれたビシュヌ人の4、分身であるという。大制ビシュバーミトラの導きによって、ミティラーの王、ジャナカを訪ね、そこで王の娘シーターと出会い、結婚する。しかしバラタ王子の母会計いい日によって、 14年のアイダーヨーディアを追放された。何だかの森でラーバナによってシーターを略奪され、これをきっかけにラークシャサ族との間に大戦争が勃発する。神話上、特にバイシュナバ派ではビシュヌのアバターらであるとされる。神の化身としてのラーマへの信仰は厚く、マハトマガンディーは死の際にヘイラームと言った。このラームとはラーマのことである。 ありがとうございます。